特集です今朝のテーマこちらです受託製造を進む製薬業界医薬の TSMC は現れるかですゲストは内閣府や経済産業省などへ医薬に関する政策提言も行うアーサー・ディ・リトルパートナーの花村亮さんですよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします 製薬業界はこれまで研究開発から製造販売までを製薬会社が一貫して行っていました近年は開発や製造の部分を外部に委託する水平分業が進んでいるいますこの開発や製造を受け負うのが受託製造企業です この市場なんですが2029年には3300億ドル以上日本円にしておよそ50兆円の市場規模が見込まれているとということなんですね。半導体の世界では TSMC が受託製造最大手として有名ですが花村さん、医薬の受託製造も半導体と仕組みは同じなんでしょうか。 はい、そうですね基本的には同じと考えていただいて大丈夫かなと思います、えー、と半導体の場合ですとアップルさんとかエヌ d リアさんのようなメーカーが設計をして TSMC が受託するというような構図ですけれども医薬業界に関しましても製薬メーカーが研究開発をしたシーズを製造・受託メーカーが製造すると、まあ、そういった構図になっています。ただ一方でで医薬品の場合ですとあの 医薬品によって製造技術がさまざまありますのでそういったところが違いとしてあるのとあ,と,です、ねあのえー、と各国の規制によってです、ね、医薬品の場合は規定されますのでそういった部分が少し半導体とは違うところかなといいう,うに考えています今、なぜ製薬業界で受託製造というのが広がっているんでしょうか。 はい、あのいくつか理由はあるんですけれども1つ目は開発コストの高騰というところがあります。はい、大体2010年ぐらいからあの受託製造非常に盛んになってきたんですが2000年から2010年の間で薬品の開発コストは大体3倍になっています。うん、ですので製薬メーカーとしては、えー、製造はアウトソースをして新しい設備投資を抑えてより研究開発に注力したいと、まあ、そんな狙いがあったというふうに考えています。 もう一つ、バイオ医薬品の伸長ということです。これ、どういうことですか。そうですね。えっ、ー、と、バイオ医薬品というのがですね。まあ、最近、例えば、エーザイさんの、えっ、ー、と、認知症のレカネマブというお薬がありましたが。あの、このお薬がですね。 病気の標的に対して非常に特異的に攻撃するようなお薬ですので副作用がより少なくて効果が高いとまあそういった特徴のあるような医薬品ですで。バイオ医薬品ですね遺伝子組み換えによって細胞を培養することで製造しますので細胞を培養する時にスケールメリットが非常に働きやすいというところがありますので製造自宅メーカーはスケールメリットを生かしていろんな製薬メーカーから受託することで,ですねビジネスを成立させているとまあそんな背景があると思います。 この受託製造が広がっていくことで私たち一般の人にはどんなメリットがあるんでしょうかそうですねまず一つは薬の開発スピードが上がりますのでより早くですね一般の人にお薬が届くというところがありますあの昨今の新型コロナウイルスの感染症の時にですね、えっと、ファイザーさんとかモデルナがですね、えー、まあ新型コロナウイルスのワクチンを作りましたがここは世界中の、えー、受託製造メーカーと協業して、えー まあ製造の供給体制を整えていったというところがありますのであれだけ早いスピードで供給できたというようなところにはこういった製造自宅メーカーの活躍があったというふうに考えています、うん、その製薬の受託製造には日本企業も参入しているんですね、えー、こちらご覧ください例えばそのフ士フイル,ルムや AGC また味の素など異業種の参入が目立ちますけれどもどうしてこういった異業種が製薬分野へ参入するんでしょうか そうですねあのこれ、業種に見えるんですけれども実は歴史的にあの製薬企業向けのビジネスはずっと2 3 0年やっていた会社が多くてですね例えば味の素であればアミノ酸を作る発酵技術を用いて薬品の原薬を作っていたり AGC もでもともと分裂酵母というような技術を持っていまして分裂酵母で農薬とか医薬品の製造をしていたとそんな背景があります。 でで、すのでこういった企業がより収益性が高いですね製造自宅医薬品の製造自宅の業界に技術基点の事業ポートフォリオの多角化というような観点から参入したといいう,うに考えています、うん。こちらの表を見てみますと、はい、海外企業を買収することによって本格的に参入するという例が多いようなんですけれどもなぜ買収という手段を取ったんでしょうか。 そうですねあのこれアメリカが多いと思うんですがあの世界の医薬品市場の大体40%アメリカが占めております、まあ、日本の10倍ですですのでこの市場を取るために海外の企業特に北米の企業を買収したというような背景があります、うん、でもう一つがですねこの分野非常に参入障壁の高い市場、うん、産業でございまして、えーまあ、あの実績であるとか、えー、FDA アメリカの FDA の規制等